周南市野球場は山口県周南市の周南緑地内にある野球場。愛称は津田久市地メモリアルスタジアム。施設は周南市が所有し、周南市体育協会が指定管理者として運営管理を行っている。1971年6月、旧徳山市の周南緑地運動公園敷地内に徳山市野球場として完成した。 2003年に新南洋市、熊毛町、六野町と合併し、集南市となったことに伴い、現名称に改称した。外野のスコアボードの彼方には、石油化学コンビナートの煙突が林立しており、工業都市、集南を象徴する風景が垣間見える。高校野球、中国地区大学野球連盟、社会人野球などの公式戦が毎年行われており、特に、 毎年ゴールデンウィークには、社会人のジャバー徳山大会が行われるなど、県内アマチュア野球の中心球場として機能している。かつて旧徳山市には、徳山市営毛利球場があった。旧毛利判定の跡地に建設されたもので、球場正面には毛利邸の門がそのまま残された、印象的な造りだったが、老朽化に伴う閉鎖に伴い、新たに整備されたのが、本野球場である。 なお、1971年5月16日に閉鎖された毛利球場の跡地は、ボーリング場などの毛利プラザを経て、徳山市文化会館の建設用地となった。2011年10月のオいレませ、山口国体を前に大規模な整備が行われた。これにより、公認野球規則の両翼100メートル、中堅122メートルを確保したほか、 車椅子席や多目的トイレの整備、エレベーターの設置などのバリアフリー化が行われた。それまでパネル式だったスコアボードは映像表示可能なフルカラー LED 方式となった。広島東洋カープの投手として活躍した津田久志美が合併前の新南洋市出身であり、2012年に野球連動検証競技者となったことから、周南市では津田の功績を称え、 周南市や球場について、津田にちなんだ愛称を新たに付与することを、このほど決定し、新たな施設整備に付随する関連補正予算を2012年9月の周南市議会に提案。そして公募の結果、同年12月14日に、球場の愛称が津田久し神メモリアルスタジアムと決定した。翌2013年3月10日の広島対、 DNA のオープン戦開催時に命名セレモニーが行われた。2019年11月23日には、福岡ソフトバンクホークス主催の野球教室が初めて行われ会の広し、高橋淳平、坂東優青桐、日暮れ屋、朝と栗原良也が約290人の子供たちを相手に熱心に指導をした。ありがとうございます。